ブラッドペニー、ブラッドリー・ウェイン・ペニー、ブラッドレ・ウェイン・ブラッド・ペニー、1978年5月24日体は、アメリカ合衆国オクラホマ州出身の元プロ、野球選手、投手。オクラホマ州、ブラックウェルで誕生。州内のブロークン・アロー高校野球部で活躍し、州選抜に選ばれる。のドラフトで、2年後のに創設される。 新球団アリゾナダイヤモンドバックスから5巡目、全体155位指名を受け、その日に入団契約を交わした。球団が正式にナリーグ加盟するまでの2年間は、アリゾナリーグ、ルーキー級、ミッドウエストリーグ、A 級でプレー。2番、A 級ハイデザートマーベリックスに昇格して、フルシーズン投げ、28試合164イニングで14勝5敗。 防御率2.9635よしし9、207、脱三振という成績を残す。この活躍により、所属するカリフォルニアリーグにおいて、ベースボールアメリカ選出の MVP と最優秀、投手賞を受賞した。7月8日にマットマンテートのトレードで、ブラディメール・ヌーニエス、エイブラハム・ヌーニエスと共に、フロリダ・マーリンズへ移籍した。7月から8月に開催された。 ウィニペグパンアメリカン競技大会の野球アメリカ合衆国代表に選出された。4月7日のロッキーズ戦でメジャーデビュー。この日は7イニングを投げ悲安打6、失点1の高頭で吉井正人との投げ合いを制してデビュー戦を白星で飾った。メジャー1年目は23試合で8勝7敗、防御率4.81という成績を収めた。 は、シーズン途中に8連敗を期したこともあったが、最終的には、自身初の2桁勝利を挙げる。は、故障で8勝止まりだったが、シーズン終了後には、日米野球に、MLB 選抜の一員として参加。には、先発ローテーションの一員として14勝10敗、防御率4.13を記録した。この年はチームが、ワールドシリーズ優勝。 ペニーはこのシリーズでヤンキース相手に2勝して、チームの世界一に貢献した。7月30日に、ポール・ロデューカ、ギレル・モモタ、フアン・エンカーナシオンとのトレードで、サイ・ヒロシ・ワタル、ビル・マーフィーと共にロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。ドジャースはペニーを、さらにトレードして、ダイヤモンドバックスからランディ・ジョンソンを獲得しようと、目論んでいたが、 トレード拒否権を持つジョンソンがドジャースへの移籍に同意しなかったため、ペニーはドジャースに残留することになった。4月下旬から本格的にドジャースの先発ローテーション入り、同年6月からの3年総額に500万ドル、4年目は9段オプションという条件で契約を延長した。二千六年は前半戦で受賞2敗、防御率点九一という成績を残し、 オールスターゲームに初選出された。試合ではな、リーグの先発投手を務め、初回は、イチロー、デレクジーター、デビッド・オルティーズを3者連続三振に切って取ったが、2回には、ブラディミール・ゲレーロに、ソロ本イ打を浴びている。すると、オールスター明けの後半戦は、バッテリーを組むラッセル・マーティンが、カーブとスプリッターの調子が、今一つだったと語るように不調に陥り、6勝7敗。 防御率6.25と失速した。シーズン16勝はリーグ最多た5人と対で自身初のタイトルを獲得したが、ポストシーズンでは腰痛のために中継ぎに回された。は、マーティンが変化球を持ったところに投げられると評するように、好調を維持。また、試合中盤の5回6回にスタミナ切れを起こして大量失点するというケースも減り、結果として、 防御率が前年より1.30向上、クオリティスタートの数も前年の16から26まで増えるなど安定感が増した。勝利数は前年と同じ16勝だったが、勝率800と基本類打率0.39はメジャー全体で1位だった。は、自身初となる開幕投手を務めたが、5月7日から7連敗を喫し、6月15日には、 右肩慶炎で故障者リスト入り。復帰戦となった8月8日に勝ち星を挙げて、連敗を止めたが、8月14日に再び右肩を痛め、2度目の故障者リスト入りを余儀なくされた。9月に再度復帰したものの、レギュラーシーズンでは6勝、防御率6.2751奪三振と、自己最低の成績に終わり、ポストシーズンでは、登板機会が与えられなかった。 シーズン終了後、ドジャースは925万ドルの契約延長オプションを行使せずに200万ドルの違約金を支払い、これによってペニーはフリーエージェント FA となった。1月9日、年俸500万ドル出来高300万ドルの1年契約でボストンレッドソックスへ入団。この年のレッドソックスの補強法人はジョン・スモルツや斉藤隆など前年に怪我で、 長期欠場したべてんを割安な価格でかき集めるというものでペニーの獲得もその動きの一環であったレッドソックスでは24試合に先発しかし初登板となった4月11日のエンゼルス戦で6回3失点で降板してこう防御率が4.50より良くなることはなかった8月21日のヤンキース戦で4回8失点 KO となると チームはペギーに代わって、ティム・ウェイクフィールドをローテーションに入れた。結局、本人の希望もあり8月27日に、レッドソックスは、新加入のビリー・ワグナーと入れ替える形でペギーを解雇した。2009年8月31日に、サンフランシスコ・ジャイアンツとマイナー契約を結んだ。 9月2日のフィリーズ戦で移籍後初登板し、シーズン終了まで6試合に先発して4勝1敗、防御率2.59と高騰した。しかしチームは9月の1ヶ月間を13勝14敗と負け越し、ワイルドカードを争っていたロッキーズに差をつけられて、ポストシーズン進出を逃した。オフの11月5日に FA となった。 2009年12月8日にセントルイスカージナルスと750万ドル、出来高150万ドルの1年契約を結んだ。は、カージナルスの先発ローテーション3番手としてのシーズン開幕を迎える。しかし5月21日のエンゼルス戦、3回裏に打席に立ったペニーは、ジョエル・ピネーロから満塁本塁打を放ったが、その直後の投球練習中に、 右後輩筋の張りを訴え、4回表のマウンドに立つことなく途中交代。その後故障者リスト入りし、復帰できないままシーズンを終えることとなった。オフの11月1日に FA となった。1月18日にデトロイトタイガースと300万ドル、出来高300万ドルの1年契約を結んだ。打線の援護に恵まれ2年ぶり6度目の2桁勝利を。 記録したが内容は悪く、後半戦は防御率6.53、ホイップ1.80であった。結局、防御率、ホイップ、脱三振率、K、BB、被打率、空振り率、被 WH 率、データ会社が集計した項目で、投惜しんで捉えられた率など、多数の項目で、両、リーグワーストであった。シーズン後の10月30日に FA となったが、 獲得を示す MLB 球団はなかった。2月5日、ソフトバンクと入団契約したと発表された。年俸は2億2500万円。背番号は31メジャーで最多勝利を挙げたことがある外国人枠投手の入団は NPB 初。開幕5戦目の4月4日の楽天戦、宮城で来日初先発、3回1。 3で64九六失点飛安打7四九3を投塁され敗戦投手となる。試合後に故障歴のある右肩の痛みを訴えたため、出場選手登録を抹消、同月6日に福岡市内の病院で右肩の精密検査を受けたところ異常なしと診断された。その後、本人の希望で米国に一時帰国。 現地での再検査でも異常が見られなかったため、同月下旬からは日本に戻って二軍で、独自の調整を続けていたが、5月8日に対談が発表された。対談は、ペニー本人からの申し入れによるもので、日本の環境に馴染めなかったことが理由とされる。球団では、対談の申し入れを認める条件として、今後日本の他球団でプレイしないことを明記した文書を交わしたという。 ソフトバンク対談からわずか10日後の5月18日、サンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだ。トリプル A 級フレズのグリーズリーズで7試合に登板した後、6月29日にメジャーに昇格、翌30日に復帰後初登板を果たした。オフの10月29日に FA となった。は、どこの球団にも所属しなかった。 1>, 1月15日にカンザスシィロイヤルズとマイナー契約を結び、1月16日に球団が発表した。スプリングトレーニング中の3月4日のホワイトソックス戦に登板したが、2回を投げ8安打、4失点と結果を残せず、3月7日に放出された。2014年6月18日に、フルス・マーリンズとマイナー契約を結んだ。契約後は、 トリプル A 級ニューオーリンズゼファーズで5試合に登板し、2勝2敗、防御率2.28だった。8月9日にマーリンズとメジャー契約を結んだ。8月10日のレッツ戦にて、約2年ぶりの勝ち星を得た。この年は8試合に登板し、2勝1敗、防御率6.58だった。オフの10月30日に FA となった。2014年12月16日に、 シカゴホワイトソックスとマイナー契約を結び、2015年のスプリングトレーニングに招待選手として参加した。シーズンはホワイトソックス参加のトリプル a 級、シャーロットナイツに所属し、メジャー昇格はなかった。11月6日に自由契約となり、オフはベネズエラのウィンターリーグでプレーした。12月18日、トロントブルージェイズとマイナー契約を結び、 2016年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月18日、現役引退を表明した。平均球速約93メートル pH、約時速150キロメートルの速球、フォーシーム、シンカーを主体に、人差し指を浮かせて、親指と中指で握り強いトップスピンをかける、カーブ、スプリッター、チェンジアップを投げ分ける。 肩の故障以降は、球位が低下し、2011年には、空振り率と、ヒュエルヒット率、アウトやヒットに関わらず相手打者に良い当たりを打たれた、率で、先発投手中、ワースト1位、ストライク率でも、同ワースト3位を記録した、通算予支球率2.87と支球は少ないが、打者1人当たりの投球数は多い。前半戦の通算防御率3.98に対し、 後半戦は、同4.62と、例年後半戦に調子を落とすタイプで、交付調の波も大きい。脱三振はそれほど多くないがゴロで打たせて取ることが多く、2010年終了時点の 235AO、フライアウトとゴロアウトの比率。数字が1より高ければ、ゴロが多く、低ければ、フライが多いは1.20である。 恋死球や審判への暴言で数度体調処分を経験しているなど、マウンド上では短期だが、普段はジョーク好きで陽気。故障が多い上、万年体重オーバーで、練習やトレーニングにも手を抜くタイプで、2009年に肩を故障した際には、ドジャース三塁コーチのラリー・ボーアがドジャースにいた時、彼は肩の故障をいいことに、ランニングやトレーニングまでサボっていた。 ミーティングにすら出てこなかったと発言したため絶戦に発展しかけたことがあった。また、ツイッターでポニーと写っている写真を投稿し、非難を浴びたこともあった。総合格闘家で u f ク、ライトヘビー級元王者のチャック・リデルと仲がいい。リデルが2009年4月18日のユフ f 九9 7で定型王負けを喫してからおよそ1ヶ月後の5月中旬、レッドソックスが カリフォルニア州アナハイムへ遠征した際に、ヘビーメタルバンド、スティール・パンサーのライブに二人で飛び入りし、肩を組んで歌っている様子が、ゴシップサイトによって報じられている。また、同年10月に、リデルが ABC テレビのリアリティ番組、ダンシング・ウィズ・ザ・スターズに出演した際も、ペニーは、スタジオ観覧に訪れている。2005年8月のマーリンズ戦、ペニーは試合前にバッドボーイに、 牛乳を1ガロン飲み干し、1時間吐き出さなかったら500ドル、やると提案。これに応じた、バッドボーイは、牛乳を無断で飲み干した。その後吐き出したため500ドルは支払われなかった上、牛乳は、球団の所有物として、ペニーは処分されなかったが、バッドボーイが、球団から6試合出場停止を言い渡された。その後ペニーが、その処分に、 なぜミルクで6試合も出場停止なんだと意義を発したため、全米牛乳普及協会が、これからは、ボーインをやめ、毎日コップ3杯正しく、牛乳を飲むことを条件に、バットボーイがもらい損なった500ドルと6試合分の賃金を提供すると申し出て話題になった。わずか3ヶ月の在籍だったソフトバンク時代、2012年前半について、 対談直後にはツイッターで堂々とアメリカに戻れて最高だと発言したりインタビューにおいて2年くらいやれるかと思えたが甘かった全く楽しくなかったと答えるなど否定的な発言を繰り返していたが2014年には一転して怪我をしなければ今も日本でプレーしていたかも日本は楽しかったし福岡はいい街だと語っている楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。